人気バンド岡本ゼリー岡本レイジさんです。よろしくお願いします。え、ビジョンですかね。最初はね、イルさんのお店ですか。そう、イル君に面白くいるんだよねみたいなのに連れてきて、レイジ現れて赤髪でポシェットにお菓子で、はいはいはい、登場して、なんかすげえ面白いなっていう話をしてたのが多分最初、はい、中学校上がって仲良くなった友達が先に音楽始めてたんですよね。でなんかどんどんそのみんなは音楽やってる、俺は音楽やってないっていうので、なんか友達だったはずなのに距離が生まれてなんかちょっとこう迫害される感じになってて、無理やり始めたのがきっかけですね、音楽は。ざっくり分かりやすく説明すると、俺の歩んできた点と点を線で結ぶとキャンディタウンになるって感じなんですよね。保育園にドニージョイントがいて、小学校に BSC がいて、中学校にイオたち、まあイオ、キクマル、マサトで、下にケージュとか、はいはい、ホーリー Q とかがいて、まあ、ケージュとかホーリー Q の地元の連れがゴッツとかディアンとかミキとかニーズとかで、その小学校の時にすげえ仲良かった BSC が、俺は私立行ったんですけど BSC は地元の中学校上がって、その地元の中学校で合流したのが呂布とかミネソタとか、かっこよさをそのままキープしてでかいステージに行ける素質があるなって俺が思ったんで、ワーナーの人を呼んできて一回ライブ見てくれって言って契約取ってきたって感じ。今どうですか、バンドの活動は。今もおもろいっすね。本当、今年だって3本ツアー回ってて、アルバムも作り始めてて、でなんなら今もうトークツアーに回ってるんで、トークツアー2時間半で2時間ぐらい喋って演奏30分みたいな。本当その学生のノリをまた大きいところに持ってったみたいな。そうですね、維持できてますね。いい感じだね、それは。グリーンアサシンダラーがやった後にオール K-POP とかなんかそういうのやりたくなっちゃうんですよ。なるほどね、性格なんですけど。でも普通に一人でやってても K-POP で来て、なんかもうその次はなんかすげえ盛り上がってるから、じゃあこれ聞いた方が一緒みたいな感じでウェッサイガンかけちゃうみたいなのをなんかやりたくなっちゃうんですよね。俺の周りの友達いっぱい服やってるやつ、アートやってるやつ、写真のやつ、音楽のやつ、いろいろいるから、そういろいろなやつが一挙に集まる伊勢丹みたいな、高島屋みたいな、それデパート感のあるポップアップをやりたいなっていうのがあって、まあ、来年本当に15周年とかになるんで。15周年そうなんですよ、15周年になるんで節目ですね。そうですね、なんかその辺もうまいことかませるといいなとは思ってますね。岡本レイジです。 DJ ソルジャープライムカッツ、ぜひ聴いてください。